あ、いた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 。いた。バレた。致命傷、致命傷、致命傷。やったやったやった。オッケーオッケー、ナイス。あと一人残ってる。水の上。倉庫の中。水の上。了解。今日じゃあ栄一探しに行きます。はいはいはい、そうですね。なんか、うん、了解。目撃証言はちょっと出たんで、スペさんがおるっていう。うん、はいうーん、はいはい、これ以上は無理です。スペさん、頭は余りしました。スペさん、やばい、やばいです、やばいです。スペさん、やばいですよ。潜んでるらしいっていう、へー、はい、話ちょっと聞いたんで、うんうん、探しに行きますか。そうですね、はい。でもあのすみえちゃんがいない間にやばい接敵があったんですよ。そうそう、あったんや。やばかったっすよね。いいないんや。あったあった。いいなぁ。そう、大変やったよ。最大の戦いじゃないですか、このサーバー来ている。あれは多分、過去最大やね。そんなに、あれでも結局、分隊長が見てたのバレてなかったんですよね。あれバレてなかったっすね。あ、そこはバレてないね。覗き見は、うん、多分動画で知るんじゃないですか。ねえ、あれ結構でかいというか。でかいですね。様子見てた。ドンさんが一瞬消えた後のね、行動をずっと見てたから。そうそう。で、その後俺が入って、動画としておもろいですけど、別に戦闘にはあんま関係ないですからね、僕は。まあね、そうですよね、あそこはね。遅れてますし、走っていったもん。うん。でも結果ハサミ撃ちできたんですよね、あれ。あ、まあそうですね。そうそう、ドンさんと、ね、俺がだから最後にアイコやれたのは、アイコが一番後ろから行ってて、俺が入ってさらに後ろから行ったから、うん、完全に後ろつけとってん、そうですよね、アイコの、油断してましたよね、完全に。油断した、落ちたドンさんに対して。うん。そう考えたらすごいですよね。あそこで落ちるっていう裏を書いたみたいな。まさかのね、あの作戦が、うん、また入ってくるっていう。そう、そうそうそう、すごいよな、分隊長があそこでわざとログアウトしろっていうのはすごかったっす、ね。いや、そんなとこまでは考えてなかったですけど、とりあえず面白い絵を撮るためになんか、いや、本当はドンさんに殴ってから落ちてほしかったんですけど。ああ、言ってましたね、一発殴って落ちてくださいって言って、はい、まあ結果的にそれしなくてもめちゃめちゃ面白い動画になった、はい、ね。ずっとまつげさん一生懸命変装しようとしててさ、はい、そうなんですよ。もうコンディコンディとか言って、そう、ひどいわって。私すごいなんか全然違う格好してきたのに。どうかな、なんか掴むプレイ中ってこの間出てたから出てないってことは入ってないか、かもしれないですね。まあ一応でも、うん、場所だけでも把握しておきたいんですよ、拠点がどこにあるかは。うんうんうん、じゃあどこ出んのかな、どこから出てくるか分かると思う、うん、既存の拠点に作ってるらしい、ね、うん、うん、で隣にも誰か住んでるらしいんですよ。隣に、はい、あの別の住人が、だから戦闘になる可能性はあるっすね、うん。いや、でもこれはあれやな、イワシ工場やな、イワシ工場拠点は、うん、なんかおらん感じしますね、うん、こんなちっちゃい町にね。町って結構ここがあれなんですよ、うん、ここ一応車が開いたりもするんですよ。なんだ、はい、イワシ工場か。あー、ご飯困んないしね。この黄色いやつって窓埋まってます？窓埋まってるわ、この絵。あ、埋まってる、これだ、これや。うわ、これだ、これや、これや。なに、ここ、え、なんとに既存じゃないの、分隊長、これ既存っすか。こんな、こんなやつついてますっけ。あー、でもなんかいじれないよ、この窓。でもじゃあここもその窓ついてるよ、この中に。え、この隣の建物。あ、じゃあお隣さん住んでるってそれじゃないですか、ちょうど。あー、でもドア開いてるけど。あ、2つ、住み屋さん出る、赤く2つ、うん、
なんか何も変わってない感じですね。うん。パッと見。開けられた形跡もないですか？あー、どうでしょう。まだ近寄ってないんでわかんないです。あ。でも開くなら、もう多分いないです。開いた。開いたわ。あー、いないね。もう、苗落ちしたんじゃないですか。あー。これは、ドライバーはあります？あー、なんか悲しいな。農園が枯れてる。枯れてる。枯れてるぞ。ちょっと悲しいな、これ。まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。ライダーさんおったら、多分なんか、そんなようなこと言いそう。うん。いや、でも昨日はなんか。農園が。うん、うわぁ。なんでだ。開いた。おぉ、ナイス。おぉ、すごいすごいすごい。まだもう一個あるっすね。もう一個。ちょっと箱出しますわ。お答えしますマジコ。え、いやぁ、じゃあちょっとだけやる。じゃあこれカバン、これに大量に入ってるんで、ドライバーが。また僕が、おデビュー持ってる。開けました。ごめんなさい。お願いします。あ、じゃあじゃあ、了解です。了解です。いきません。はーい。開いた。開いた。ナイス。じゃあ、開けていいですか？はい。皆様。はい。いいですか？お願いします。では開けます。オープン！出てて。おー。あ、見えない。気が見えないけど。なんか、入ってみますか。おー。おー。いいぞ。あ、全部でもかかってますわ。鍵？鍵。わー、こんな感じなんだ。この中にもかかってるっすよ。何があるのか。あー、面白い。ちょっと覗いてみよう。旗か。ここは旗だ。素材の中身すごいよ。え、ちょ、どこですか？どこですか？素材。素材どこだ？あ、これ。うん。見てみましょうか。素材、オープン！おー、ナイス！これさ、ドライバーだけ抜かれてんのかな？ボディピンもあるな。そんなことない。ボディピンね、点にないな。すっごい、これさ。綺麗に整頓しとるな。なんか、ということは、ここから、貴重面だね、この人。ここの素材と、もしかしたらここがドライバーかもしれんですね。横。開いたー！おー、ナイス！ちょっと見てみますか。道具。道具。道具か。開けてみますね。お、じゃあいけるかも。オープン！あ、ウェポンツールキットとか。やばい。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってるぞ。めっちゃ入ってるぞ。ドライバーがまだまだいけるぞ。全部開けれるわ、これ。このまま高級ロックピック全部使っていいですか？どうぞ。使おう使おう。玉あた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 。1個開けた。マジっすか？開いたんすか？うん。さすが。ね、すごいやん。金鍵っすか？レポンの玉もあるぞ。ナイス！すごい！ちょ、一回見に行こう。やっぱり、玉あった。マジっすか？なんでそんな片言？玉あったって書いてんねん、もだって。え、玉あったって書いてんの？ 50BMG もあるじゃないですか。すごっ！やばいね。熱いぞ。熱いぞ。うん。開いた。開いたぞ。なんだこれ、サンタって書いてる。サンタ、サンタオープン。あれ何も入ってない。何も入ってない。マジ？ああ、騙されたってこと？何も入ってないですよ、サンタ。サンタしばくぞ、ほんま。サンタしばく。はい、じゃあ次隣行きますね。ジャッキーとかはラップだね。開いた！ナイス！おめでとう。OKD。OKD。なんかわかんないですか？開けてみます。オープン。ああ、なんかしょうもない。個人探すか、これは。なんかニックとか、一応ウェポンツールキットは入ってましたけど。移動させておこう。OKD。岡田？岡田じゃん。岡田。もしかすると。あ、道具すごいね。うん。はい、電動ドリルいっぱい。ねえ。ねえ。もうグレポン問題解決じゃないですか。
ね、みんなの、うん、開いた、よっしゃウオズン、あ、なんかそんなプレイヤーおったっすね。あー、いた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 、ん、あ、MK にジャッシュが入ってる、やった倒した倒した倒した、 M8 にもある、あ、ゴールドカード、ゴールドカード、ゴールドカード入ってる、スミヤさんの銃がある、ウオズンゴールドカード、イエーイ、MK18、2つあるっすよ、コンパスもらおう、ナイス、あ、カバン、このカバンは何や、なんだろう、あ、なんかちょっとサプレッサーとか痛み止めとかが入ってます、ウオズン、あ、やっぱここじゃあ個人ダンスで4人のスクワットっすね、ここ、おおって考えると、でもちょっと怖ないですか、うん、怖いね、まあ、じゃあ一番こっち行きますよ、はい、そこの全部使った気がする、開いた、よし、さて、ゼクゼクのオープンいきます、はい、はい、あれ何も、え、あーあー、ちょっと入ってる、お、カード、カードあり、またカードあるぞ、グレモある、グレモカードあるぞ、カバンありますよ、リュックに何入ってんだやろ、カバン出してみましょうか、何が入ってる、何も入ってへん、何も入ってへん、 OK ですね、じゃあこれで、あとは空いてないのはどこですか、後ろのドンさんがやってる今、ドンさんちょっと変わるわ、 OK です、開いた、お、ナイス、すごいね、さて武器装備、これは期待やぞ、行くぞ、これは期待やね、せーの、ドン、わー、やばいやばいやばい、めっちゃ入ってる、ほんまや、いっぱい入ってる、やばい、ちょっと品質は上がるけど、いっぱい入ってる、うわー、いや、防護服ある、お、すごいじゃん、新、あの、新しいタイプの、モダンの方の、あの、でかい、あ、ほんまや、ほんまや、まあでもこの農園を見て仲良し夫婦説はもうなくなったんで、よかったっすね、まあある意味よかったっていうちょっと安心よね、枯れた農園を最初見た時は悲しくなりましたけど、デストロイガーデンとかできるじゃないですか、デストロイガーデンってなんすか、どうなんだろう、やったら今ちょっとやってます、壊せんのか、この木を壊せるんですかね、あーはーはーはー、なんかわかんないですけど、まあ、ちょっと叩いてるんですけど、あ、あ、なんで農園が消滅したか、全部がやっちゃった、全部が消滅した、マジか、全部消滅した、さよなら、ちょっと木一本消滅させるつもりが、あらららららら、ら決めとこ、こんなつもりはなかったな、いいですか、はーい、ちょっとこのね2階はもう遠くから見たところ何もないと、おそらくリビングかなんかじゃないかということなんで、はい、開ける価値はないと、爆弾ももったいないんで、とりあえず物資はね、全部大量に出したんで、これで、ここの拠点の重要な物資は全て出したと、レイド、成功ですね。はい。ライダーさんいませんか？ありがとうございます。ありがとうございました。イェーイ。イェーイ。使い方ね。ありがとうございます。はーい。軍港は、軍港は、軍港は、俺らのロマンだ。俺らのロマンなんだ。うん、また深夜タイムのマジコのヤバいキャラが、ね。うん。で、出よった、出よった。深夜になると出てくる。ロマンだよ。まず中は見に行きます？物資。そうね。あ、物資あたりじゃないのか。今日は接敵。あ、何今の音？いるね、いるね。撃ったね今。どこら辺ですか？ね、サウスウェスト、SW 方向。うん。僕今
飲み物飲む音と混じって全然わからなかったっすね。これね、でもね、大体分かってきた。動いた方が負けるのよね。スカムは動いたら負けます。ごめん、めちゃくちゃ動いてる。あ、でも動かないと敵の位置もわかんないっていうのもあるんで。そうよね、うん、でも意外と、おっ、あっ、撃たれた、マジか。いや、撃たれてない。俺が動いた瞬間撃たれたから多分俺だと思う。で、グレポン持ってんだったらもう動き続けるしかないね。え、ライダーさんが撃たれたんですか。うん、俺が動いた瞬間撃たれたから当たってないですか。でも、うん、着弾する音が聞こえなかったから適当近…でも結構近くなかった。今のめっちゃマジコの横ぐらいでしたよ、音僕が感じたのは。よね、めっちゃ近かったよね。もうバレてるじゃないですか。バレてるね。うん、なんかよく聞く音だけどね。ハンドガンっぽかったような気もします。ハンドガンっぽいね。うん、デザートイーグルとかそっち系のなんかちょっとデカめのハンド。オリラン、ライダーさんに撃てんすか。いや、わかんない。左側っすよ。待って、うん、いい方向から聞こえたよ。これ下じゃないですか、うん、あ、下か、下か。あ、二人いるぞ。下か、下っぽくない。着弾音が聞こえなくない。これ下じゃないですか。下下下、こんな聞こえる下。うん、下だね、うん、これおそらく向こうのボートから入るあの入り口から出ると思うんですよ。ああ。か、もしもさらに全部あさりするなら、うん、かまぼこ側の方から出るんで。やばい、うん、狼いる。うわー、めんどくさいこれ。いやー、ないけど足音は聞こえてないんで、逆にも僕ら走ってそっち側下や。下打った？下下よね。あー、ピピピ打ったのかな。ピピピ打ったんで、うん、遠い。あー、めっちゃ打ってる。いけるいける、今っていける、いけるね、いけるね。乱戦になってるね。俺どうしようか。じゃあ階段の方から行こうか。 VHS ですね。うん、あ、 VHS か。1個だけかな、マップ。なるほどね、ここね。出るとしたらここか、もう1個先の向こうの、うん、あの、うんうんうん、じゃあ俺ここいましょうか。了解です。待ってよ、狙撃できんかな。じゃああの港の入り口の方から。ただでもこの音聞いて逆に僕らが魚振られる可能性あるんで。そうよね、他に寄ってきたやつがおったら。うん、そうよね。ここの敷地内に俺らだけとも言えんもんね。俺い、あの港への入り口の方まで回ったよ。了解です。あの列車の下とかに隠れて見張っとこうか。おお、これな。あ、本当だ、真下に。あのね、これはハンドガンですね。真下っすね。あ、いるいるいる。え、いった、危ない危ない。俺にバレてるバレてる。姿見てる。撃たれた、撃たれた。上、うん、やばい、助けてほしいな。行く行く行く、そっち。俺バレてんだ、俺バレてんだ、これ。そう、どっち方面から撃たれてるんですか。ね、あっちの中の方、中の方から、港に抜ける道の方で撃たれてる俺。ライダーさん名前がないな。トンネル抜けて、トンネル抜けて、うん、かまぼこの方におるんですか、ライダーさんは。うん、いや、港下ですか。うん、下の、うん、下のトンネル出口。でもね、俺死ぬ。 27% 布があれば生きる。あっちの方来れますか。あー、めっちゃ撃ってる。マジこ撃たれてる。撃たれてる。違います、下っすか、これの歌、この音は。うん、俺の近く。ね、いい方向、俺から見て。うわ、ライダーさん名前が見えないな。ライダーさん名前見えないっすね、うん、多分死ぬ、出血で。やべえな。ライダーさんの方撃ってるんですか。うん、いや、俺の近く撃ってるから、あっちのね、出口の方、あの下のトンネル、港へ向けるトンネル出口の方で撃たれた。うわー、覗き直したのが悪かった、マジで。分隊長とあの離れすぎるのよくないな。どうぞ。分隊長今どこ。後ろ、後ろですよ。近いっすよ。近い。分隊長名前、あ、いた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 。マジコの後ろについてます。ちょうどでもそのマジコがさっきおったところらへんの下らへんやったんですよ、音は。うん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 、いる
いるいる。え、オッケー。ライダーさんまだ生きてるんですか？うん、ギリギリ生きてるっていうか死んでるっていうか 15%。 やばいな、やばい。服破りまくってなんとか全部完全に止めれなくても一旦巻いたら血止まって HP 減るんで、減るの止めれるんで、うん、そうね、だいぶ減った。でも敵も動いてないでしょ、うん、この感じは。いやでもね、こっち近づいてきてる。マジっすか？うん、近づいてきてたから、あの港の倉庫の方まで逃げてきた。足音聞こえてるんですか？いや聞こえたから逃げた。あのね、港の事務所、港の倉庫の前の、うん、なんか事務所みたいなところ、その辺まで。あ、いる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 、上上がってったよ、上上がってった。どっち、どこに上がりました？俺から見てイースト方向、こっちだわ。かまぼこっすか？オーケー、倒した。ナイス、オーケー、ナイス。ちょっとカバー行きましょう。うん、あのね、こっちまでお願いしたい。まだおる、まだおる、まだおる。狙撃してる、狙撃してる。誰か間に合うかな。マジこ、あ、うん、来てる来てる。名前見えた。俺の、うん、マジコから見て左側コンテナーの方。はいはいはい、ああ、はいはい、了解了解了解。あ、いた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 。いた？バレた。致命傷、致命傷、致命傷。やった、やられた。うっそ、うっそ。やられた。やった、やった、やった。オッケーオッケー、ナイス。あと一人残ってる。水の上。倉庫の中。水の上。了解。聞こえます？倉庫の中。倉庫の中。うん、倉庫の中。と俺がやられてしまった。うわ、だいぶ遠い。あー、この後ろかな。行きますよ、開けますよ。はい。どうする、そいつらの武器をさ。やった、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 倒した、倒した。車で行こうか、向かいに。ナイス。どうする、そいつらの武器をさ。車を、やった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 、倒した、やった、倒した、倒した。もうそいつらの武士取って車で行く。いや危ないか。オッケー、一回ここでも締められますね。うん、まあね。え、でもそこで湧くタイプのやつだったかもね。刀持っとるわ。さくら、さくら、さくらですね。さくらってあれじゃない、あのよくあの、とりあえずディスポーズで喋ってるやつじゃない。カバンパクります。オッケー。いやー、いい、あれでした。めっちゃ連携良かったっすよ、ね、僕とマジコ、うん、めっちゃあれが出て、マジコが殺した相手と僕が殺した相手が、あれ、こいつカバンどこ行った？俺がね、コンテナーの、倉庫の奥のコンテナーに死んでて、うん、もう一人が近くに M16 落としてる。なんかわけわからんぐらいカスみたいなアイテムめっちゃ持ってるんですよ。口悪っ。いや、文太ちゃん口悪いからね、基本。いやいや、別に口悪くないっすよ。スカムの喋り方ですから。うん、ああ、まあね、はい。怒られそう。大丈夫っぽいか。でもね、めっちゃ突っ込んできたから、助かった。すごいね。うん、めっちゃ突っ込んできたから、腰ダメ打ちで倒せた。ナイス、うん、すげえ、なんか連携通りでびっくりしたわ。今の連携は最強の連携でしたよ。後ろから僕とマジコが一人撃ってて、うんうん、あれもう一人の方僕殺せてなかったらどっちか死んでましたからね。そうだよね、まあ、まだ気を抜かないように行きましょうか。ね、また戻ってくるでしょう、うん、来るでしょうね。これ開けますよ。うん、よっ、3対3だったんで、もまだおるかもしれんよね。はい、一回そのままこれ誰、これ、あ、そうか、これライダーさん、これライダーさ ん, ーさんと、あ、ライダーさん殺したやつか、これ。うん、あ、 SVD とか持ってるじゃないですか。あ、これ SVD、 それね、俺が持ってた刀置いて、これ持って帰った方がいいな。 M16 とかあるっすよ。うん、俺も今そっち向かってる。必要なアイテム何があります？
SVD と AK と、でこのグレポンの弾とフェニックスとか持ってるのはライダーさんですか。いや違う違う違う、それ俺じゃない。あ、じゃあフェニックス使えばよかったね。いやちょっとこいつらのこれ残していきたくないっすね。うん、俺じゃあそこ警備しててよ。俺弾とか入ってるのもラグにします、うん、ラグにしてアイテム消滅させてますね。うん、死にたくないっすね。これはね、うん、死にたくない。あ、やっべ、ペインポイントめっちゃ増えてる。やばいな、マジで。俺全然減ったんだけど、6500とかいっておるっすわ。じゃあこんなバレた、強いやつ倒したんだ。バレたな、これ。ほんとだ。うん、もうそうかも。さてと誰が強かったんだ。軍隊長倒したの誰、さくら。二人っすね。なんか最初一人と、もう一人強い人じゃない、わからないっすね。まあ、強い秘書が持ってるとも限らないんで。あ、そっか。オリーブマンかもしれない。オリーバーかもしれんよね。ああ、そこにね、まっすぐ行って右行ったところぐらいに拠点があったのよ。へえ。結構でっかい。ここを、あ、跡地になってる。そこちっこいのがあるね。なんかチェストとか落ちてるんですよ。うん、多分抜かれたんだろうね、これ。農園もある。うん、農園もやってた。なんか残ってるかもしれないってアイテムがね、チェストに。見てみる。あの金の刀持ってたじゃん。ああ、アウトポストに来てた。うん、そう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 、あれがこいつらだ。憎しみとはなんでね、あの生まれるのかよね。こういうことさしてるっていうかさ、この収穫物とかさ。じゃあなこういうの書いて。おい、今めちゃめちゃいいこと言おうとしとったぞ俺。何、もう編集点作らなくてもいけそうな感じにしようか。知らないからだよ、知らないから。知らないから憎しみ、そいつらのことを知らないから憎しみ合うんだよ。なるほど。そう、こいつらも収穫をあのね、頑張って種を植えて畑を耕して、で収穫とかをさ、うん、あのやってたんだなって思うと、なんか憎しみだけじゃなくなるじゃん、感情が。敵陣の生活ストーリーを見るとってことでしょ。そう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 、ね、うん、まあこいつらにグレポンポンしたんだけどね。もう今の一言で全部終わったじゃないですか。今のくだり、今のくだりが。